貴族は15歳になると王都にあるミドガル魔剣士学園に通うことになる。姉さんもミドガル魔剣士学園に通うことになったのだが、いざ出発するその日になって姉さんは姿を消した。なんたることだ。寝込みを襲ったとはいえ、あのクレアを。相手は相当な手だれに違いない。だから仕方ないと、そういうこと？あ、いや、そういうわけじゃなくてね、ただ、事実を述べたまでで。言い訳してんな、このハゲ。すいません、すいません。ちなみに僕は空気。期待はされていないけど面倒もかけない、そんな感じのポジションをキープしている。僕は神妙な顔で親父と母のじゃれ合いを見守って、隙を見て自室に戻った。ベータ。はい、シャドウ様。アルファと同じエルフの少女。アルファは金髪だったけど、ベータは銀髪だ。猫みたいな青い瞳に泣きぼくろの彼女は、僕とアルファに続く3人目のシャドウガーデンメンバーだ。ほどほどにって言ったのに、アルファが捨て猫拾うみたいに連れてくるからどんどん増えるんだ。アルファはクレア様の痕跡を探っています。行動早いね。姉さんまだ生きてる？おそらく。助けられる？可能ですが、シャドウ様の呪力が必要です。アルファがそう言ったの？はい、人質の危険を考えると万全を期すべきだと。アルファは正直言ってもう相当強い。そのアルファが助力を請うってことは、なかなかの実力者がいると見ていい。最近はアルファとかベータとかデルタとかもいて、練習相手に不足はなかったけど、たまには新鮮さも欲しいし、何より影の実力者プレイもしたいし、ちょうどいい機会だ。久しぶりに本気を出すか。影の実力者っぽい空気感を出すのには慣れてきた。それに最近はアルファやベータがかなり設定を煮詰めてきているから盛り上がるんだ。しかも資料とかも集めてきて、やはりあなたの言葉に間違いはなかったとか、千年前ディアボロスの子がとか、この石碑からはディアボロス教団の痕跡がとか、いや古代文字読めないから僕はわからないけどさ、アルファもあんまり分かっていないんじゃないかな。それっぽいの並べてディアボロス教団の真実に迫ってる感が欲しいんだ。多分きっとそうだと思うよ。犯人はやはりディアボロス教団のものです。それも幹部クラス。なぜ姉さんを？クレア様に英雄の子の疑いをかけているのかと。なるほどな。彼女たちにかかればただの盗賊も教団に早変わりか。ご覧ください、我らが突き止めた奴らのアジトです。しかしこの中のどこにクレア様がいるかはまだ。ベータがそんな感じで膨大な資料を並べ始めたけど、いや、わかんないから。半分以上古代文字だし、わけわからん数字やらなんやら。いや、君たちそれっぽい資料を作るの本当にうまいね。その分野ではもう完全に僕を超えているよ。そこだ。あ、やべ、ずれた。そこに姉さんはいる。え？ですが、ここには何も。いや、うん、適当に投げたんだけどね。やっぱ演技うまいよね、ベータ。あれでしょ、それで僕が指さしたところに隠しアジトとかあるんでしょ。あ、まさかこの暗号はブラフだとすると、この記述と照合すれば全てつながる。ほら来た。シャドウ様の指摘されたポイントに隠しアジトがあると思われます。この膨大な資料を一瞬で読み取り見抜くとは、さすがです。演技派だな、ベータ。アカデミー級だよ。七影に伝えろ。決行は今夜だ。
主様、何でもベータにお言いつけくださいね。ここを抜ければシャドウ様が指摘したポイントに到着します。何の変哲もない森林なのによく気づいたわね。こんなところに隠しアジトがあるなんて。前々から怪しいとは思っていたからな。さすがです、シャドウ様。教団の計画を暴き、遥か昔から隠しアジトを見抜いていたのですね。つまり泳がせていたというわけね。それなら教えてくれればよかったのに。あらゆる可能性を考慮し、柔軟かつ臨機応変に対応するため慎重に考察を重ねていたんだ。なんという思慮深さ。そこまで考えていたのね。うん。どうしよう、盗賊がいないと収拾がつかないぞ。これちょっと遠い。お花を摘みに行ってくる。奥ゆかしい表現ね。お花を摘みに、どういう意味でしょうか。ちょっとベータ、彼について行っちゃダメ。でもいくらシャドウ様でも敵のアジト付近で単独行動は。心配ないわ、彼は一人でやらなきゃいけないことがあるのよ。どこかに盗賊いないかな。魔物でもいい、それっぽい洞窟とか何でもいいから。とっておきの魔力探知で調べ尽くせば何か見つかるはず。こういう時に限って魔物すらいない。お、あれは何だろう、遺跡かな。あ、見られている。この気配は下か。よく気づいたな。土の中に隠れるロマンだけど、何者かな。俺はただの見張りだ。何も知らないまま通り抜けるのであれば見逃してやったが。戦う気か。こちらとしても都合がいい。君のおかげでイベントを進められる。わけのわからないことを。シャドウ、さっきの物音は。シャドウ様、その男は一体。し、仲間がいたか。遅いぞ、アルファ、ベータ。やはりお花を摘みに行ったと見せかけて手がかりを探していたのね。さすがです、シャドウ様。やはりその男が教団の。その通り、こいつらがディアボロス教団だ。